ワンピースアンリミテッドワールドレッド。お集まりの紳士淑女の皆様、今日の良き日を共に過ごせることはなんと幸せなことでしょうか。この大会に我らが王の参戦が決定しました。普段は見ることができない王の勇姿を共に見ることができる喜びに感謝しましょう。そして大会の言葉も我らが王にいただきましょう。ワクワクしてきた。早く俺たちの出番にならねえかな。やつめ、どういうつもりだ。君たち大会参加者かい。参加者は実力を見るために試験を受けてもらうことになっているんだ。アンリミテッドワールド。
よし。キリト君。リーファ。まったくもう、先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。ようやく出てこられましたよ。ううん、後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですユイ、ここ。はい、ここはまだ新エリアの入り口浮島。ここから一つずつ島を攻略していき、つまり次の島に行けるよ。なるほどな。さてお兄ちゃん、ここで新しい ALO の。ああ、そうだね。何事も。では私から説明させてもらいます。出発です。
りにしてるよ。できました。よし、燃えてきた。これで決めてやる。一撃一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だと思います。はっ、はっ、これで決めてやる。このにしてるよ。そう言うと思った。まあ、それじゃあおさらいも終わったことだし。ああ、そうだな。パパ、こういう時は。マーカー？そんなものあったっけ？スバルト・アールブヘイムが実装された時に配っ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか？はい、わかっ。なるほど。このマーカーが指している方向に行けば。ああ、そうだな。か、これで決めてやる。マナーが切れたのか。
ください。やっぱり初めての町に降り立つとワクワクする。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん。そうなんだ。 あ、パパ少しいいですか。既存の ALO の町中と違い。そうか、新エリアの町はそもそも。はい、ですが新しいダンジョンやクエストも多数つ。それだけ遊び応えがある。アスナたちが到着。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。仕方ないですよリズさん。ほんとあんたって欲望に忠実というか団体行動を見て、まあそれがあんたらしいっちゃここ数日キリト君ずっとそわそわ。ヤッホーキリト、相変わらず元気そうだね。キリト相変わらず早いね。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れて。クライン、ウェギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水凶なもんだよな。そうだね、アインクラッドでまたみんなでこうして集まれるだなんて。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験。あの時生まれた絆があるからこそまたみんな一緒にここに立っていられるんだと思う。どうしたよキルト、なんだかただ。クライン、茶化すなよ。さあそろそろ行こう。もうたくさんのプレ腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠。さあ新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん。ピナ頑張ろ。おうよ、俺もかっこ。データの分析はまか、私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合い入ってる。行こうキリト。ああ、スバルトアルブヘイム。こう、ああ俺の名前は霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前、今となっては価値を持つ名前、キリト。2022年、 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、
ベータテソードアートオンライン、それは五感をすべてシミュレートし脳、しかし開発統括の茅場明彦は1万人ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコールプレイヤーたちのログアウトの条件、そして2年後ようやくゲームはクリアされ、その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイ、俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に入院。新エリアに上陸したわけだけど、まずはいろんなのがあるみたいですけど。それなら持ってこいのやつが、手軽にできそうだから。キリト、そのフィールドに出て天威門から北東にあるダンジョンと、それほど強い敵もいないだろうし、素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に。装備が鍛えられる素材は、私も欲しい食材があるの。楽しみだ。それじゃあ決まりだな。さてこっちのパーティーのメンバーは俺とアスナ、リーファー。今回はこのメンパーティー編成は宿屋グリーンカムビ、金冠のオン。ここでパーティー編成ができ、はい、編成でき、編成に入れたメンバー以外はどん、バトルには参加できませんが、一緒に冒険でバトルに参加するメンバーを変更。今回パパが編成できるのは、早速やってみて。